答え合わせ、前回のキルクリップ集で、神でもラインマーカーでもなくメインで仕留めたキルはどこでしょう、というクイズを出させてもらったので今回はその答え合わせからいきましょう。クリップ作りだけでも狂気じみてるのに、それでクイズコーナー作る底知れぬサイコパスみを感じる。そして肝心の正解はこのシーン、あたかもラインマーカーで倒したように見えますが、実はラインマーカーが当たる前に、メインが一発当たって倒していました。この一瞬を見逃さなかったあなたは、それでは本編へどうぞ。の強化が来てから約2週間とちょっと、それなのに一向に増える気配がありません。どころか世間では、ぬる気ある ?35 ダメわらわら、クエボでよくね、というラインマーカーへの手厳しい意見ばかり、あげく Google にすらバカにされるという、あまりにひどすぎる扱いを受けているラインマーカー。というわけで今回は、アプデしたラインマーカー、3連投できたらさすがに最強になるぜ。企画だ俺ご愁傷様です。始まったばかりなんですが、というわけで皆さんやっぱろう。ラインマーカーのアプデが来てから、ラインマーカー3連投構成で敵を倒してほしいというコメントが、大量にあってその願いを叶えるために動き出した霊夢です。おいっす、前回やったから失敗する未来しか見えないマリサだぜ。さあ、というわけでやってきたわ。ラインマーカー3連投企画、そのためにはまず下準備。リッターにぶち抜かれます。あれこれ先般動画ですか?クック甘いわね。こうすることによってリッターはあの上に居座り続ける。そこを3連投して倒すのだ。下準備必要な時点で最強ではないのでは?うっせーななんだよ、イダロリメくらい見たって。マジレスしたら泣いてしまった。そうですよ。そうやってやっても実戦じゃ何も役に立たないこと。でも、見たいじゃん。3連投キル。近い。全然実用圏内じゃないけど、ともかくそういう夢を叶えたいっていうわけね。限りなく迷惑にならないように縄張りバトルに来ております。迷惑の自覚はあるんだ。いや今リッターがセットポジに着いたのに触腕来ちゃった。ちょっと待って緊張でブレる。ラインマーカーまで使ってどうする?ひとまず一発。逃げない。ならもう一発。さあ、勝ちもしてよ。これが全人類が夢見た。ラインマーカー3連投キルだ。本当にやっちゃった。見たか?見たよね?最強だよね?最強ではないだろ。ああ、長かった。アプできてから3連投キルは動画に収めたかったんだけど、マジで全然うまくいかなくて、やっとできてマジで嬉しい。まあ確かによくできたなこんなこと。そもそもギアを3連投にしようなんてすら思わんしな。というわけで今回使ってるギアをご紹介。ラインマーカーはサブ効率を 3.4 で積むことで3連投が可能ですが、そうするとイカ速は遅くなり圧倒的に立ち回りが弱くなるので、今回はラスパ型3連投を採用。ラスパ最大効果プラスサブ効率 1.2 で積むことによって3連投が可能。イカ速を犠牲にすることなく3連投を可能とした次世代の3連投構成っていうことはさっきのキル3連投じゃないじゃんってなりますが、そんなのもうさまつな問題です。ラインマーカーを3連発で当てて倒したというだけで十分です。グラグラに葬られてますが十分です。いやそれは反省してください。ふっ、じゃあもう今日は終わりにしようか。満足しないでくれますか。いや何よ、私これを使ってキルクリップ作らないといけないんだけど。あんな激キモクリップ誰が見るんだよ。私が見返すために作ってんのよ。自流までキモいじゃねえか。それじゃあ残りの1分惰性で頑張っていきますか。まあラインマーカーキルを決めた試合で負けるわけないけどね。余裕ぶっこいて足元すくわれんなよ。任せときなさいな。なんならラスパがあるからここからもっと強くなるわよ。本格的に3連投はできるしメインの効率も爆増。いやほんとなんでみんなラスパ使わないのか不思議でしかないわ。アサリ以外では最強ギアだと思うわ。そしてあなたにはもう一発プレゼント。1試合で2回もラインマーカーにとどめ刺されるってどんな気分なんだろうか。しかも1回目は3連投だし、きっとリッターなんていう単射程捨ててラインマーカーに人に転生するわよ。転生先で弱体化してますけど。私はこうしてラインマーカーの魅力を世界に発信してラインマーカーに人を増やしていくのだ。何その恐ろしい計画。ちなみにこの化けデコ、私のリア友です。もうすでに毒されてしまったのか。さあ来たわ。残り30秒。ラインマーカー3連投が可能となった今、リッター3系を持っていると言っても過言ではないわね。インク消費量が同じなだけじゃねえか。はははは、ここで調子の稲田子サブウェポンか。やはりラインマーカーは心を繋ぐ。どこが?っていうか残り10秒で倒されてこれってまずいんじゃ。相手全員生存してるし中央も取られてない?いや大丈夫でしょ。だってラインマーカーキルしたんだから。さっきからその絶大な自信は何なの?残りの時間は周りをサクサクうっと塗り返しまして。終了。いやこれ。負けちゃいました。アホくさ。まあでもラインマーカーキルしたから大満足。だってほら伝説のプラチナ表彰までもらっちゃったわ。これ手に入ったから実質勝ちね。変な表彰を勝手に増やすな。あとハリボテが過ぎるだろ。
それじゃあ2000名いくわよ。ルールは完全に変わってガチヤグラ。ステージもマヒマヒだぜ。ほう、さてもう3連投キルは満足したので、普通に番からやっていきます。というかむしろ3連投キルできなさすぎて、現実逃避で番からマッチめちゃくちゃやってるわ。普通逆だと思うんですけど、あとちょっとでエスプラス10になりそうで、前期は2とか3だったから、私が普通に上手くなったのもあるだろうし、ラインマーカーの強化も地味に貢献してくれてる気がするわ。さて、あのリッターをどう動かすか困ったわね。だからってラインマーカー投げるのは違うだろ。マヒマヒってステージ狭すぎてスペシャル貯めるのも容易じゃないのよね。お、ラピブラなら詰めればいける。やっぱりヤグラは苦手だ。完全に打ち負けてただけでは。というかクエボ入ってるから2発当てればいけてたと思ったけど。さて人数差が出て関門まで到達。もうなんだったら戦いにくいから水面下がるまで攻めてもらってもいいわ。あ、でもここからなら狙える。あと1人もいたわよね。ま、マジでメインのウェイムできない。やっぱり私は、あーやっぱこれですわ。これメインより難しいことをやるな。しかもまた保存してんじゃねえか。このキルが入ってるのが前回のキルクリップですね。最近なんかもっとサクッとラインマーカーキルできるようになって、クリップ作成もはかどって嬉しい限りです。プライムシューターキルクリップ作ってみたらどうだ。3年くらいかかりそう。リッターがヤグラに乗った。何するべきかマジでわからないから、ベストカウントの表彰をもらうために一緒に乗ってよ。いやここは味方に任せて前線張りに行くべきだろ。っていうかなんか裏取られてね。背中はリッターが守って。いやマジですか。あれでもいなくない。どうやらリッターをやって水没したようだな。あいませんよ、ヤグラに乗ってる人なんて誰もいないですよ。なぜバレた。そんな見え見えの潜伏ならそりゃぶち抜かれんだろ。でも関門は突破してるもんね。これが突破できるかどうかで戦況が大きく変わる。ヤグラ知らないけど、何はともあれ水面が下がって動きやすくなったのが嬉しいわ。一旦上から見てみますか。はいはいその辺ね。普通に撃っていくのは無理だから適当に嫌がらせだけしますか。どうせ関門で止まるからそこで一気に叩きましょう。っていうかさっきから思いっきりリッターの射線に入ってるのに、なぜか全然撃ち抜かれてねえんだよな。やはりラインマーカーに恐れをののいているわね。手元が震えて外してるようね。私もお前くらいポジティブになりたいよ。オッケーオッケー、ヤグラ上は大丈夫。ただ雨が来ちゃったからちょっと突っ込んでいくのは無理ね。これをもらって髪を貯めますか。雨に続いて今度はミサイルの雨。ちょっとリッターを巻き込みかけたけど、標的私だけで助かった。関門には到達されてるが、それは味方がしっかり防衛。なんだかずっと押され気味だから一回一通り倒したいわね。ヤグラ乗ったわね。あ、それはナイス。さあさあ逃がさないわよ。射撃カノン砲で粉砕。ヤグラ乗れるもんなら乗ってみなさい。もちろん許さないけどね。いやあ、ほんとありがとうかに。弱体化したことだけは下せないけど。何はともあれ今度はこっちが攻めていける展開だな。多分この辺にいる気がするんだけど。うるわ、なんだ今のイカロールの反応速度。びっくりしてスケック後ろに下げたのと、びっくりして B ボタン触っちゃったのが奇跡的に噛み合った。ただ小心者なだけでした。怖いけどここはさすがに前線張る。危ない危ない。ラピブラがこっち見てる。でもそれは見逃さん。あとはリッターだけ。マーキングあるから逃げ場はないはず。おいバカお前何全部外してんだ。メイン当てるの難しいよ。うわあ当たんない当たんない。もうこれ以上手首左行かないよ。カメラ回さないと手首もげる。なんとか生き残った。いやそこじゃねえだろ。今の時間で関門突破いけてたぞ。いやでも手首が守れたからよしとして、正面のお風呂は大丈夫。ちょっとここに居座るのは無理ね。でも逃げないラピグラは倒す。もう無理もう無理です。前線を張り続けるメンタルが持ちません。これはリッターが優秀だな。あそこまで詰められてもしっかり撃破。信用してたからあそこは引いたのよ。絶対見殺しにするつもりだったろ。やばこっちに入り込まれてる。この辺なやつ邪魔。よしこれで乗れる。早く乗らないと。落ち着け乗り切れてないぞ。だがここで敵がワイプアウトだ。第三関門も突破し、3人でヤグラに乗りながら終了。あーよかったー。あの世紀の大凡戦があった割にノックアウトまでよくいけたな。いやこれも前線張るのが上手かった味方のおかげだわ。ほんと一回転したのが全く理解できないんだが。それは編集してるウープ主も理解してないから大丈夫よ。もうメインも練習しないとダメね。ってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。